丈夫ですか、ジャケット。はい、ジャケットキュッ、キュッと着直します。気合入れて、はい、気合入れて。こんにちは、こんにちは、森田キヌコのシルクチャンネルです。ほいほい、スタジオ担当の女性アナウンサーの独断と偏見によっておすすめのものを紹介していきます。では今日のテーマはこちらです。何でしょう。斬新なコラボが話題、ご当地サイダーを飲んでみた。斬新なコラボですか。もうね、あんな得意じゃないです。衝撃、癖が強すぎますから覚悟してみてください。癖が強いのか。そうなんじゃ。いや、定番でいいんじゃ。ということでこちらを見るんじゃ、はい、じゃーん。今日紹介するのは静岡県のご当地サイダーなんですが、ぐっちさん、メロンホニャララサイダーなんですが、これ静岡入ると思いますか。お茶を、静岡といえばね、富士山。まあ、十分富士山味でも衝撃だと思いますけど、富士山味ってどんな味だろう。こちらなんです、実は。はい、メロンパンサイダーです。メロンサイダーでいいじゃないですか。じゃないんですよ、メロンパン味だ。メロンパン味のサイダーなんです。パンの味もするってことですか。みたいなんですよ。でこれをね、製造してるのが、はい、木村飲料というあの静岡県の会社なんですけれども、はい、炭酸飲料業界では、はい、エンターテイナーとして知られている。いやー、チャレンジャーですね。そう、チャレンジャーの会社なんです。そうなんですか。でそのね、メロンパンサイダーがこちらなんで、メロンサイダーでいいじゃないですか。じゃあメロンパンサイダーとちゃんと書いてますが、メロンパンのちゃんと模様がね、そう、うん、パッケージが可愛いんですが、じゃあグッチーさん、はい、飲みましょう。お、実は私もまだ飲んでないんですよ、はい、じゃじゃじゃん。お、じゃあいい音。はい、ちょっと待ってね。そこ外しといてもらえなかったね。うん、はい、はい、いただきます。今日はね、暑いからサイダーぴったりですよ。はい、グッチーさん、トト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 ト。さあ、色はメロンですね、うん、ちょっと薄いかな、サイダーです。はい、はい、炭酸。じゃあ乾杯。乾杯。いただきます。あ、匂いがメロンパン。メロン感強いな。メロンじゃなくてね、メロンパンの匂い。うんうん、パン感じます。あ、でもね、後からね、そのメロンパン、あのね、ちょっとメープルっぽい、バターっぽい香りしません？そうだね、メープルっぽいけど入ってはいないんですけれども、メロン、メロンではない、メロンパン、うん、メロンパンの、あのこうやって格子になってるところのサクってところの味、砂糖っぽい味がしますね、はいはい、そしてじゃあグッチーさん、第2弾があります。パンの、まだあるのね、こちらです。カレーパンサイダー。カレーだけでも結構相当なものだと思いますよ。そうですよね、衝撃ですよ。しかもカレーパン、パン、パンの味って何、パンを感じるのか、ま、パンの味どうやって出してるの。でもこれね、スパイスが一応香辛料が入ってるみたいですね。スパイスサイダーでいいじゃないですか。じゃあカレーですよ。カレーなるサイダーとかにしてくれればいいのに。あ、でもパッケージにね、うわー、ビール、カレーなるって書いてる。なんかあのドイツのビールっぽい、うん、色はね、はい、じゃあいただきます。うわー、辛い味、辛い匂い。うわ、カレーだ。カレーです。スープカレーみたい。あ、そうですね、スープカレー、香辛料たっぷり。パンの味はそんなにしないです ね、カレーですね、うんうん、で、ちょっとこの写真をちょっと見てもらいたいんですが、スパイスカレー、社長、社長お墨付き、もう満面の笑みで社長が飲んでます。なんか料理に使えないですかね。本当にもうカレーです、うん、スパイシーです。あのカレー食べた後にサイダー飲んだ、口の中そのものって感じ。これにラッシー混ぜましょうか。あ、合うかもしれません。え、意外と私これ好きかも。美味しい。あ、そう、うん、いいね。さあ、ウッチーさん、正直にいきます。私、そうでもなかったですか。もう一個、じゃあちょっと次グッチーさんね、好きだと思います、はい、もう定番でいいですよ。アンパンサイダーです。グッチーさん、あん好きですよね。あんは好き、あんパンも好き、うん、アンパンサイダーはいい。飲んでみましょうよ。あ、こっちです。何、よく作りますね。ね、あの本当にね、斬新なサイダーを作るという木村さんなんですが、作りますね、色がもうだっておしるこっぽいですもん。うんうん、あ、そっか、おしるこがあるってことは、おしるこっぽいですもん。全然あるじゃないですかね。おしるこがサイダーになってるみたいな感じでしょ。乾杯。乾杯。うわ。あ、もう香りがもう、ちょっとね、小豆っぽい。あのね、小豆似てる感じ。うんうんうん。自宅で小豆似てます。あんはあんでいい。
あれ意外と意外と甘さがないですね。甘さ控えめ。小豆っぽいですね。うん、小豆な感じ。風味はね、しっかり小豆です。うん、お餅入れたくなる。あ、そうかも。うん、お汁粉、お汁粉。木村飲料でぜひ検索してください。今日は斬新なサイダー紹